殺能だ。勝ったのはどっち？はあ、まさか。どういうことだ。両チームともに負けを認めたっていうのか。でも神の舌を持つエリナ様も相手チームを指している。高級レストランにおけるミートソースとは、いわばひき肉のビーフシチュー。そちら側の品はそれがしっかりと味の土台になっています。アルディーニ君のソフリットによってひき肉により深い甘みが、またソフリットはソースエスパニョールを作るのに役立っている。これは田所さんがひらめいたアドリブね。見事だわ。さらにアンショワイヤードソースによるアクセント、ドット状に置くことで風味に陰影をもたらし、視覚にも驚きを演出。例えるならば、即興の中に静かな秩序と調和がきらめき、リーダーの刻むパーカッションが心地よい、極上のジャズバンドが奏でるセッションを聴いているよう。納得いかないな。え？アッシュパルマンティエの三大構造を大胆に解釈し、全く新しい可能性を開いたそちらの品の斬新さはどうなんだ。クレープで素材を巻くという丈一郎さんの狙いを読んだ雪平は、チーズ、ジャガイモ、ジャコをカリカリに焼いたポムガレットを作り、ポムピューレとともにクレープに具材として入れることを発想した。それによって本来この品にはないもちカリという食感と魚介の風味が加わる。さらにナキリさんがあんな手を打ってくるとは。うん、びっくりしたよ。牛肉の最高級部位の一つ、アントルコートをウェルダン気味に焼いて、ボルドーワインを丸々一本煮詰め凝縮させたソースボルドレーズと絡めてクレープに巻き込むなんて。そう、つまり圧倒的な重厚感を持った特殊ミートソース、さらに食感を上乗せするという回答。この皿は例えるなら、アーティスト同士が己の主張をぶつけ合う前衛美術、リーダーの挑発によって生まれる異色のコラボレーションと評するにふさわしい。でもあのソースはさすがに突飛すぎたわ。もっとジャコのエキスを生かすものを考えた方がまとまったはず。何を言っているんだ。素晴らしい発想じゃないか。ああ、確かにありゃすごかった。ナキリさんニコニコしてた。うん、なんかすげえ楽しそうに作ってたしな。何ですか、3人で私をからかって。アルディーニ君と田所さんの方がすごいわよ。神の舌が言うのだから間違いないでしょ。私たちの品は反則すれすれだもの。何を言う、あの強い主張同士をまとめ上げたことが評価されるべきだ。それを言うなら縁の下で支え続けていた田所さんこそ最も称賛されるべきでしょ。そんなことないでしょ。そんなことあるだろう、田所も大したもんだよ。チキシャー、連帯直撃でチームワークを発揮するためには、まずチームメンバーの実力をその身で知ることが肝要だ。各々